珍獣フェア9月16日から24日まで開催します。この子はリビア山猫ちゃんで、普通にペットとして飼える唯一の山猫です。お家にいる普通の家猫の元となっていて、ヨーロッパ山猫の仲間で毛が短い短毛種です。見た目は普通の猫ちゃんとはあまり変わりませんが、よく見ると耳がちょっと大きくて筋肉質でワイルドな感じがします。家で山猫を飼うなんてロマンがありますね。続いて紹介するのは金華獣、アマゾンからやってきた珍獣です。よく猿と間違えられますが、アライグマの仲間です。のんびりしたように見えますが、結構素早くて器用なので、しっかりとしたゲージで飼いましょう。世界のセレブも飼っている高級ペットちゃんです。ミーアキャットです。テレビや動物園でもおなじみのミーアちゃんです。ディズニーのライオンキングにも出てきますね。お家で飼えるなんて夢のようです。小さいうちから飼えばワンちゃんや猫ちゃんのようによくなれます。ぜひぜひお探しの方お待ちしております。続いてこちらは、ヌリコンゴインコ。インコの中で一番大きくて綺麗な種類です。この子はヒナから育てていますので、手乗りのインコちゃんになってます。寿命は長くて50年以上は生きます。まさに一生飼い続けられる究極のペットちゃんです。この子はめちゃくちゃベタなりです。こちらはヨウム。インコの中でも一番頭がいいと言われる種類です。モノマネやおしゃべりも一番上手なインコです。ワンちゃんや猫ちゃんよりも賢くて、ペットにするなら一番おすすめなインコちゃんになっています。こちらは旧館長。今ならレアで貴重な旧館長が新座店では2羽います。探してもなかなかいないと思いますので、欲しい方は当店に来るしかないですね。究極のモノマネ帳です。こちらはベンガルワシミミズクです。この大きい体に大きい目がとても可愛いです。よく人にも慣れているので、お探しの方はぜひ新座店まで。こちらはニュージーランドアオハズクです。顔が可愛くて温厚な性格が特徴です。続いてこちらのフクロウちゃんはモリフクロウです。大きいお目目がとても可愛いですね。この子は男の子です。性格は温厚で、よく人にも慣れているので、モリフクロウをお探しの方はぜひぜひ新座店まで。この子はコキンメフクロウ。小型のフクロウで一番人気があります。ちょっと訳ありの子で、お安くお譲りします。この子はアフリカオオコノハズク。大きさも手頃で、とにかく可愛いフクロウです。お店でも一番売れ筋の種類ですので、探しの方はお早めに来てください。パッチリ真っ赤なお目目が可愛いです。この子はオオスズメフクロウです。場所も取らず、かなり小さいので狭い、お部屋でも飼いやすいフクロウちゃんとなってます。こちらはチョウゲンボウ。小さいけど猛禽類です。ハヤブサの仲間で、最近の研究ではインコに近い種類なんだそうです。
よく慣れて訓練もできますよ。こちらは秋草インコ。インコの中では珍しいピンク色のパステルカラーが美しい小さな鳥です。飼い方も石製インコちゃんと同じで丈夫で飼いやすいです。当店では、うちのローズ扱ってます。こちらは霜降りインコ。メキシコインコの中ではおとなしく人懐っこいインコです。探してもあまりいないレアな種類ですので、お探しの方は今すぐにどうぞ。こちらはスキニーギニアピック。見た目は豚ちゃんですが、モルモットですので飼い方は簡単。初心者の方でも心配なく飼育できると思います。こちらのモフモフの子はモルモットのベルビアンです。巻き毛のモルモットのロングヘアバージョンです。成長するに従ってゴージャスな毛並みになっていきます。成長が楽しみですね。続いてこちらは最近入荷が激変しているシマリスちゃんです。春に生まれた子ですので安心してお迎えできると思います。残りわずかで次の入荷は来年の春になってしまいますので、お探しの方はお早めに。手からご飯も食べてくれます。こちらはアフリカヤマネです。飼い方はハムスターとあまり変わりません。食べてるものもドッグフードや穀物、ハムスターフードなどで、初心者の方でも今すぐ飼育できちゃいます。続いてこちらはヒメハリテンネック。マダガシカルの珍獣です。ハリネズミに似ていますが、あまりチクチクしないので扱いやすいです。食べてるものはハリネズミフードのふやかしたものでよく食べています。最後に紹介する珍獣はデマレルーセットオオコウモリです。ルーセットコウモリの仲間はいろいろいますが、デマレルーセットは動物園以外ではあまり見かけないレアな種類です。次の入荷は未定ですので、ご興味のある方は急いでください。残り1ペアとなってます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらいいね、チャンネル登録お願いいたします。アクアの方も整理やってるので、どうぞそちらもご覧ください。